教員には絶対になりたいなというふうに思ってすいません、盲点でした。現場で英語を教えたいという気持ちもありまして、やっぱり英語を教える以外にも教師という魅力がありまして、自分中学生の頃から学校の先生になりたいなというふうに考えておりまして、教科指導以外のところでもその先生というのは子供たちに大きな影響を与えられる本当に魅力的な仕事だと思っておりまして、自分自身もつい数ヶ月前に教育実習を行いまして、そこでもちろんお金とかは一切出ないんですけれども、朝から晩までしっかり学校で働いて実習を行って、これでお金もらえるんだっていうぐらい本当に楽しくて、なのでやっぱりそういう教科指導の面でも魅力を大きく感じておりまして、なので教員には絶対になりたいなというふうに思っております。欲張りなキャリアだと思うんですけれども、論文を書かなきゃ教授にはなれないんじゃないんですか、基本的には。あ、そうですね、出すよね。教職からっていう方もいると思うんですけど、はい、それなりのそれは他が認める実績か何かをお持ちでっていうことだと思うんですよね。そうですね。ましてやその20年教鞭振るってからっていうと、もはやその人の思惑ではなくてっていう形だと思うんですよ、はい、最短で教授になりたいということであれば、やっぱ英語教育論みたいのをご自身で編み出すなり、はい、まあ、日本にこう何かしら変革を与えるような英語 の、 まあその新しい勉強法だったりとか、まあ、文科省と一緒に仕事をするだったりとか、はい、そういったものが必要になってくるし、はい、それが一番早いそうですねじゃないかなと思うんですよね、はい、だからその教鞭を振るうのはすごいいいと思うんですよ。現場知識もあるよあの人って言われるのって美味しいと思うんで、はい、だからその後のプランニングが明白じゃない状態で教授になりたいって言ってる人って、はい、なんかやっぱりまだ若いなっていう感じがしちゃうんですよね。やっぱりその僕が医学部の時でも教授になりたいって言ってるやついたんですよ。やっぱりもう5年生6年生で教授になりたいって言ってるやつ、もうとりあえず明白なんですよ、やりたいことが。心臓外科でバリバリでもう留学してオペやりまくって日本一のオペ実績を、まあ、背負ってで教授になりたいとか、はい、そういうルートがまだもう4年生ですよね。そうです。じゃあもうちょっと明白な方がいいんちゃうと思うんですよね。なるほど、はい、だって教授ってもう最初からなるべくしてなる人がなるじゃないですか、はい、教授を狙ってない人って基本ならないですよ。てか、はい、なりたい仕事かと言われるとその人によって違うと思うんですよ。教授になりたくない人っていますよね絶対、はい、だからなるべくしてなった方がいいと思うんですが、はい、それにその留学っていう実績は絶対自分的に必要だと思ってるわけですよね。そうですね、はい。これだって修士が取れ、MA が取れるんですか。はい、うん、まあまあ留学はじゃあしたいわけなんですね。そうです。はあ、なるほど。でその後のプランですよね、帰ってきてどうするのっていう。はい、はい、そこは修士を取って帰ってきたらまずは、私立学校の中高一貫校の学校の先生になりたいなっていうふうに思っております。はい、そこでまずは自分自身その生徒の英語力だったりそのグローバルで活躍できる、まあ目的はたくさんあると思うんですけれども、そこで活躍したいなというふうに思っております。で活躍して経験を積んだ後その周りからこう認められたらその大学教授の道が開けるのであれば、その辺がなんかふわっとしてて、はい、例えばじゃあ渋谷幕張中学高校に来ました。そこで例えば修学だったら留学する生徒もいるんで、例えば自分の教え子で留学する生徒を何人輩出したい、まあ、要はそういう高校中高に行って、はい、要はその国際教育っていうもので実績を上げたいとか、はい、それがなおいいのは大学の付属高校中学であればなお良いわけですよ、はい、なんでかっていうとそのままエスカレーターで自分の実績が大学に伝わるわけなので、はい、だから例えばうちみたいに渋幕っていうところは大学がないので、はい、それ伝わらないですよね。あ、はい、だからそういう付属のところ大学付属の中高の教員をやりたいとか普通だったら考えるかなと思うんですけど、考えないですか。すいません、盲点でした。その大学教授になるために付属学校の方がなりやすいっていうところは申し訳ありません、盲点でした。盲点考えておりませんでした。そうですか。